牧野光斎は、品野小室藩の、第十代の藩主。越後長岡藩文家牧屋家十二代。別名公民。天保十二年一月九日、第九代藩主、牧野光斎の次男として生まれる。嘉永七年十一月二十一日、父、光斎の着手となる。安政六年十二月一日に、将軍、徳川家持に、おまみし、十二月十六日に、 十五位下、した、すおるに、ち位、任官する。文久三年三月十六日に、内前世に専任する。そして同年に、父が死去したため、家督を継いだ。源氏元年三月二十六日に、とうとう海守るに専任する。弟の新之助が言うのを、活発であったため、重心の一部から、敗着運動が起きた。慶応四年二月に重心が、三月に、 交際が上落し、朝廷に、標順の姿勢を示す。このように、母親戦争では、最終的に、新政府に基準するが、その後の北越戦争への出兵は拒否し、薄い峠の守備を務めるにとどまった。これは、小室藩牧野家の本家である越後長岡藩の牧野家と戦うのを嫌ったためという。明治2年9月、小室騒動により謹慎処分を受ける。 同年12月、藩籍奉還で、小室藩知事となる。明治4年7月の廃藩知見で面官された。その後、公民と改名する。明治16年1月、隠居し、長男の孝剛氏に家督を譲った。大正7年1月15日に死去した。去年7811月25日死亡説も、ある。ありがとうございます。